There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. 皆さんこんばんは、街角レモンです。今日は私の夜の過ごし方をご紹介していこうと思います。今回はネイチャーカンさんとのタイアップ動画ということで、私を癒してくれるお気に入りのアイテムをご紹介しつつ、手帳時間を含めた普段の私の生活を撮ってみたので、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。まずは夜ご飯を作っていきます。最近はフルーツを使ったお料理にとてもハマっていて、この日は牡蠣とイチジクのパクチーサラダを作ってみました。オリーブオイル、ナンプラー、レモン汁、塩コショウで味付けをしています。パクチーが苦手な方はベビーリーフなんかで代用しても美味しいかなと思います。見栄えもいい感じです。汁物は豚肉とえのきともやしがたっぷり入った中華スープです。見事に彩りがないので九条ネギをこんもりと盛りました。辛いのが大好きなので唐辛子入りのラー油も気持ち多めが好きです。ご飯はさつまいもご飯です。いただきます。夜ご飯の時はだいたい YouTube を見ながら食べることが多いです。よく好きな YouTuber さんを聞かれるんですが、結構面白い系が好きで、最近はゆっくり不動産や職業レポートが大好きです。あとは芸人さんのチャンネルもよく見ます。ご飯を食べるのが本当に大好きなので、時間構わずお米も食べるし、揚げ物も食べるし、欲望のまま食べることにしています。ごちそうさまでした。動画には映ってないですが、1時間ぐらいゴロゴロしてから洗い物を始めました。洗い物は結構嫌いなんですが、お風呂に入る前には終わらせるようにしています。あとは余った材料の片付けタイムです。このエンバランスという保存袋は鮮度がとても長持ちするので愛用しています。そしてご飯は2合炊いたので、余ったものは冷凍していきます。だいたいおにぎりにすることが多いです。明日も食べる用と冷凍するように分けました。1食で半合ぐらいは食べちゃいます。お風呂はだいたい湯船に浸かることが多いです。キャンドルを灯してコップ1杯分のお水も欠かせません。この日は発汗性のある入浴剤を入れました。そして今回いただいたネイチャーカンのクレイマスクをクレンジング後に使用していきます。 CBD というリラックス効果のある成分が入っていて、 100% ビーガン成分なのが特徴です。香りもとてもナチュラルで、テクスチャーは少しこってりとしていますが、肌には伸びやすいです。5分から10分ほど置いて洗い流すと、本当に肌がつるっとなって結構すっきりします。個人的には毛穴がなんとなく引き締まったような感覚もありました。ただ肌が少し弱っている時だと若干ヒリッとする感じがあったので、肌が弱い方は多少注意が必要かなと思うんですが、ナチュラルなクレイマスクを探している方にはとてもおすすめです。そしてお風呂から上がったらスキンケアをします。そういえばモンステラが育ちすぎたので、剪定した葉っぱを1本飾ってみました。化粧水はなるべく肌に摩擦をかけないようにじっくりと浸透させていきます。乳液も同様にゆっくりと肌になじませていきます。歯磨きもこのタイミングでやっちゃうことが多いです。
そしてハンドクリームもいただいたものなんですが、しっとりしてるけどベタつきにくく気に入っています。どうしても動画で手を見せることが多いので、なるべく手をきれいに保っていたいなと思い使い始めてみました。香りも控えめでとても使いやすかったです。一日の最後に私の夜の手帳時間が始まります。お香はいろいろと試しているんですが、この日は薫玉堂のものを使用しました。京都のお香屋さんで和の落ち着いた香りがリラックスできます。お茶はノンカフェインのジンジャー&レモングラス。夜は規定よりもちょっと多めのお湯で薄めにして飲むことが多いです。お香とお茶の準備が終わったら家計簿を書いていきます。この日は前日分も溜まっていて、おまけに買い物もたくさんしていたのでレシートがいっぱいです。毎日お財布のリセットはするので、一応日ごとでレシートは分けておきました。そういえばこの間コメントで、レシートがもらえない時どうしても記入漏れが起こって家計簿が続かなかったといったコメントをいただきました。確かに私もそういう時もあるんですが、さっとスマホにメモをすることもあるし、本当に書き忘れてしまうってこともあります。あまり神経質になりすぎると続かないと思うので、あくまで支出をある程度把握するためにやるって感覚でいいのかなと思います。4565円、この数字を記入していきます。特にルールは決めていませんが、だいたい1日3000円以上使った時はざっくりと何を買ったかを書くことが多いです。例えばこの日だったらいろんなお店で細々と買い物していたんですが、主な出費はランチ代とスキンケア代だったので、この2つを書いておきました。もう1日分も続けて書いていきます。買い物する日が続いていたので、こんな感じで記入することも多かったんですが、通常であれば数字だけを記入するだけなので時間もそれほどかからないかなと思います。最後に1日1行日記を書いて私の手帳時間はおしまいです。以上いかがでしたでしょうか。私の最近のナイトルーティーンでした。今回ご紹介したネイチャーカンさんのアイテムは概要欄のクーポンから 15% オフで購入できるので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。